皆様こんにちは、レポーターの小川です。ものづくり匠の技の祭典2020をご視聴いただきましてありがとうございます。ここからのお時間は東京の匠の技が凝縮された素敵な作品をご紹介していきたいと思います。今回ご紹介する匠の作品は東京都塗膜防水技能検定協議会、東京都塗膜防水技能士会による各種の塗膜防水工法と検定課題の展示です。お話を伺いするのは同協議会同技能士会会長の渡辺光さんです。どうぞよろしくお願いいたします。では早速こちらの検定課題模型のご紹介をお願いいたします。はい、私どもではですね、東京都で実施されております、はい、ウレタンと、アクリルと FRP、いわゆる塗膜系の防水の3作業の検定を行っております。はい、でまず一番、左側でございますが、これがウレタンと FRP で使われている画材になります。はい、これはまあ4分の1ですから、この4倍の大きさ、床の面積でいうと畳大体1枚分ぐらいの大きさになります。でこのようにですね、いろんな私が言うところの薬物がありますので、出ているところとかが引っ込んでいるところがあるわけで、それをこういうふうに防水しなさいよという課題を与えてやっております。でこちらの方が、はい、アクリルでございましてですね、はい、アクリルもこの線が引いてありますが、これは外壁にひび割れが想定してですね、ここをこういうふうに下地処理しなさいよというような形になりますし、当然これがパイプ周りあるいはサッシ周りを想定して作ったものでございます。実はこれ今年からこの課題でやる予定だったんですが、はい、残念ながらコロナのおかげで吹っ飛んでしまいました。もうやる気満々だったんですが、です、ね、残念ながらなくなってしまいまして、はい、来年からリスタートするという形になります。はい、で検定の中でじゃあどういう防水をするかというと、はい、ちょっと下の方見てもらえますか。でウレタンはですね、このように塗膜防水は全部共通でございまして、何工程も塗り重ねるという形になります。ウレタンがこのような形、それからこちらがアクリルゴム、はい、でちょっと向こうになりますが、向こうにあるのが FRP になりまして、でこのような形でですね、一番最初はこれやんなさいよ、二番目はこれやんなさいよという形の課題になっております。ありがとうございます。何重にも重ねて防水加工しているということですよね。はい、それではこちらの写真とパネルのご説明をお願いいたします。はい、まず一番端の方を言いますと、まずアクリルになりまして、アクリルゴムの防水剤はですね、主に外壁に使われます。でこういう集合住宅マンションとか、あるいはこう JAXAの外壁などに使われております。はい、でこれがまあ代表的な例になります。で外壁もですね、雨漏りしたら困るだけでなくてですね、建物の壁の中に雨が入りますと壁の中の鉄筋が錆びてしまう。で錆びることによって建物の構造が弱くなるということがあります。ですから雨漏りしようがしまいが、定期的に防水っていうのはやり直すという形になります。はい、で次こちらが FRP になりまして、 FRP 自体はですね、ポリバスやなんかと同じように非常に材質としては強度強靭な防水層になります。はい、ですからこういう屋上の駐車場とか、あるいはヘリコプターのですね、瞬間的に荷重のかかるようなところとか、あるいはこういう灯台のようにですね、自然環境の厳しいところなんかに使われております。はい、で次に、ウレタン防水になりますが、一番ウレタン防水は使われている防水になります。まあ、防水はですね、塗膜以外にアスファルトとか、それからシート防水等がありますが、この中で、ウレタンが現在トップシュアをなっております。でとにかくありとありあらゆる防水のいろんな部位に使われておりまして、でこのようにですね、どこが屋上だか分からないような複雑な形状のところにもですね、このウレタンが使われております。これとこれに関してはですね、手塗りではなくて機械施工になりまして、わずか3分ぐらいで固まるというものになります。でこのスタンドになりますが、実は競技場のスタンドはですね、全部このような形で防水がされております。はい、で当然ですが東京の競技場なんかもこのような形で使われております。
なるほど、渡辺さんご説明ありがとうございました、はい、さあ以上、東京都塗膜防水技能検定協議会、東京都塗膜防水技能士会による各種の塗膜防水工法と検定課題ご紹介いたしました。引き続きものづくり匠の技の祭典2020をお楽しみください。